美術館とは、ベラルーシの首都ミンスクに位置する現代美術の美術館である。美術館は展示スペースのほか、ワインワー、デザインショップ、ログビノフ文芸館で構成されており、現代のベラルーシの芸術家が制作した絵画と彫刻を購入する機会が設けられている。美術館では芸術のほか、社会、市民活動の分野で、セミナー、討論会などのイベントが開催されている。 美術館名であるはベラルーシ語で用いられるキリル文字であり、ベラルーシ語を他の東スラブ語群の言語と区別している文字が名前の由来になっている。2009年10月に美術館は開館した。2010年に美術館は若手のベラルーシ人の芸術家の創作活動を奨励するため、彼らの古典と公開討論を開催するスタート計画を立ち上げた。 開館以来、美術館では120以上の展示会や博覧会が開催されており、その多くがベラルーシ人の芸術家の作品を扱った展覧会である。また、美術館はビリニュス、ポズナン、ルブリン、モスクワ、ストックホルムなど海外の都市でも展覧会を開催している。2011年と2016年にリトアニアのビリニュスで開催される芸術祭で、 美術館は最優秀海外美術館賞を受賞した。ありがとうございます。